小柳ルミ子さんいくつになっても美しくて、スタイルも若い頃と全然変わりませんよね。ドリフの全員集合がドンピシャの世代で若い時のルミ子さんのコントもよく見ていました。特に志村健さんとのコントがやはり印象的で当時、大人気のお二人はよく雑誌にもツーショットで掲載されていたのを思い出します。そんな小柳ルミ子さんの若かりし頃の可愛らしいお姿と志村健さんと付き合ってた。と噂された真相について調べてみたいと思います。目次、小柳ルミ子の若い頃もスタイル良くて可愛いと話題。現在の小柳ルミ子、痩せすぎ、と心配の声も。志村健と若い頃付き合ってた噂も。最後に、スポンサーリンク、俺の胴、でかいでしょ、俺の胴。でかいでしょ、パンパンパン、ドキュッ、ドキュッ、PR。更年期太りの私が、急げ、本日無料、更年期太りの私が、61、49kg に、今だけ無料だから絶対もらって PR、本体無料の新型タバコ、タバコ卒業する人が続出、一箱で30箱分セールの本体無料の新型タバコ PR。もっと早く、この方法、知ってれば、脇名のせいで13年、彼も友達も諦めてた私、もっと早く、この方法、知ってれば、PR。小柳ルミ子の若い頃もスタイル良くて可愛いと話題。小柳ルミ子現在、画像引用、小柳ルミ子オフィシャルブログ、現在、小柳ルミ子さんは71歳、2023年5月現在、ということですが、とても71歳には見えませんよね。スタイルも30年前と全く変わっていないとか。小柳ルミ子くびれ、確かにウエストもキュッと締まっていて、バストが大きいのでウエストのくびれが余計に引き立っています。噂では55センチという話も。若い頃は可愛らしい印象で年齢とともにどんどん色っぽさが増し綺麗になっていっている印象ですね。一体どうやったらこんな美しい年の取り方ができるんでしょうか？実際、私はルミ子さんより一回り以上年下ですが、あの美貌とスタイルを真似しろと言われても絶対にできない自信があります W。現在の小柳ルミ子、痩せすぎ、と心配の声も。小柳ルミ子痩せすぎ、現在、サッカー好きな工事サッカー番組などにも出演することが多くなったルミ子さん。ファンの間から、なんか痩せた、痩せすぎで老けて見える、病気じゃないよね、と心配の声も聞かれています。確かに最近の小柳ルミ子さんがアップする画像を見ると痩せすぎているような気がします。小柳ルミ子痩せすぎ、小柳ルミ子痩せすぎ、髪の毛を切ったからなのか、確かに少し痩せたような気が。ただ、小柳ルミ子さんのインスタを見てみると若干画像が歪んでいるような、明らかに加工していると思われる画像がたくさんアップされているので、もしかしたら少し加工をやりすぎてしまった可能性もあります。実際はそんなに痩せてはいないかもしれませんね。志村健と若い頃付き合ってた噂も、志村健小柳ルミ子、当時ドリフターズのコントでは年が近いせいもあってか、志村健さんと小柳ルミ子さんが絡むことが非常に多かったです。志村健さんが最初にドリフの付き人仲間とコンビを組んだマックボンボンはその時すでに売れっ子だった小柳ルミ子さんの前座を行っていました。そういった関係もあって非常に親密だったのだと思います。小柳ルミ子さんも志村健さんについてインタビューでこう答えていました。年齢は2歳半ほどケンちゃんの方が上、ケンちゃんがドリフのメンバーになる前、坊やの頃から知っていて。ケンちゃんがドリフの正式メンバーになる前に組んでいたコンビ、マックボンボンの頃には、私のショーの前座に出てくれたこともあった。だからケンちゃんにとっては、私は戦友であり、姉であり、時には母であり、先生でもあったり。メンバーになるまでの苦しい時代を知っていますから、正式メンバーになった後も、仕事の現場で会うだけでなく、本当に公私にわたって仲良くしてた戦友みたいなものなんです。
引用、産経新聞。その当時、私は子供でしたが確かに、志村けんさんと小柳ルミ子さんが付き合っている、と話題になっていたような記憶があります。志村けん小柳ルミ子コント。志村けんさんとルミ子さんのコントは本当に息がぴったりで付き合っていたとしても不思議じゃないくらいでした。その時、大人気だった雑誌、平凡、だったか、明星、だったか。志村けんさんが小柳ルミ子さんをおんぶし公園か何かで楽しく過ごすツーショットの記事が載っていたと思います。なぜだかその記事が今でも非常に記憶に残っています。残念ながらあまりにも昔のため、その二人の画像は見つけることができませんでした。アンダーバー。本当に付き合っていたのか、真相はわかりませんが、志村けんさんの訃報に出した小柳ルミ子さんのコメントを見ても仲が良かったのは間違いないですね。最後に、今回、71歳になっても変わらぬ美貌とスタイルを維持されている小柳ルミ子さんについてお伝えしました。仲の良かった志村けんさんの訃報もあり、精神的に辛い日々を送られているのではないかと思います。健康には十分注意されているとは思いますが、一ファンとしていつもでもお美しい小柳ルミ子さんのお姿を見せていただきたいと思っています。最後までお読みいただきありがとうございました。